夕方5時前になりました。ちょっと早い気もするんですけど、本日は仕事終了して、じゃじゃん。もう早速いただいてます。今日も一日お疲れ様でした。ああ、うまい。最高。で、今これ正面になんだか意味ありげにバックパックを2つ並べてますが、今日はこのバックパックに関連した話を少ししたいなと思っています。で、これバックパックですが、どちらも GoPro 純正のバックパックになります。で、こっちがね、シーカ。これもう3年ぐらい前に購入したバックパックです。で、こっちがね、先日購入した新しいバックパックになります。で、これ、単純にカラーリングが変わっただけかなと思ったら、結構ね、容量も違ってて、こっちの新しい方の方が容量少し少なくなってるのかな。その分軽くなっています。結構使いやすくてね、気に入って、最近は、こっちの新しい方ばっかりね、使ってる気がします。先日の YouTube で紹介したウランジさんのミニ三脚になります。で、このミニ三脚めちゃくちゃね、使いやすいんですけど、購入した理由っていうのは前回少しお話ししたんですが、実はその続きがまだあって、最大の購入した理由っていうのが今日今からお話しする内容になります。で、このミニ三脚と、今正面にあるバックパック、実はこれ関連性があって、今日の話っていうのはこの二つについて話をしていきたいと思います。このミニ三脚を購入前にある程度こう想定して、これだったらここをこうすればこの使い方ができるんじゃないかなというのをね、いろいろこう考えてたわけなんですけど、まあ実際に手元に届いて試してみたいねと、本当にそれが可能かどうかっていうのがちょっとわからなかったんですが、購入後にね、いろいろこう試して工夫してやってみると、実際に自分がやりたかったことが可能になったので、これからそれをお話ししたいと思います。で、先にもう結論から言うと、このミニ三脚、ただ単に、グリップだとかミニ三脚として使うだけではなくて、このミニ三脚を直接このバックパックの、これ、ここにガチャッとこう取り付けできる方法がないかなっていうのをね、もともと考えていました。で、それがね、実際やってみて可能だったので、これからちょっと説明したいと思います。まずはこのミニ三脚の、まあ、特徴である、これ。このコールドシュー部分。まあ通常はマイクだとかライトを取り付けるコールドシューになってるんですが、自分の場合はこれ不要なので、まずこれ取っ払います。そこまでは先日お話ししたかと思うんですが、じゃまずちょっとこれ取っ払います。付属のこの六角レンジで簡単にね、これ取り外し可能です。もう単に締め込んでるだけなので、こんな感じでぐるぐる回してやれば取り外し簡単にできます。ゴールドシュー取り外し完了しました。で、この状態で、このクイックシューのこのプレート、こいつを使って、であと、ゴールドシュー止めてたこのボルトですね。こいつを使って、でこのプレートをここに取り付けしてやります。で、プレートのこのボルト簡単にね、手で回してやれば外すこと可能なので、このボルトを取り外しして、こんな感じで取り外しして、で、この穴に、もともと三脚に付属してたこのコールドシューのこのボルト使って、ここに固定してやる。しっかり締め込んで固定します。で、このプレートはね、金属製で、で、こっちの雲台の方のこの部分も金属製になってるので、意外とね、かっちりと止まるっていうことと、強度もそれなりに取れてるので、まあ、強度的にはおそらく問題ないかと思います。はい、止まりました。こんな感じ。一応準備としてはこれだけかな。こんな感じでプレートの取り付け完了しました。で、もともとここにコールドシューが付いてたんですけど、このクイックシューのプレートを取り付けて、ボルトで締め込んだだけですね。この状態で、こいつ。まあ、今ちょっとカメラ取り付けしてませんが、この三脚が直接、ここにカチャンと POV で取り付け可能になります。これめちゃくちゃ良くないですか？で、取り外すときはカチャンと。で、取り付けするときは押してやれば簡単に取り付け可能です。じゃあ実際にカメラを取り付けて、これ POV できるように、まあ、装着できるように、じゃあやってみます。カメラは α7S3 に、で、レンズが GM レンズ 24mmF1.4 を装着して、今、このカメラなんですが、裏側見てもらうと、同じように、これウランジさんの、
クイックシューのプレートなんですけど、プレートをこれまあ手締めで締めてるだけなんですが、取り付けしてみました。で、これね、さっきの、これと同じで、この、全く同じプレートになります。で、さらに、ウランジさんのこのミニ三脚の上に、このクイックシューの台座つけてるので、まずね、こことここが、こんな感じでパチンと、簡単に脱着可能になります。まずね、これだけでもすごく便利なんですが、でさらに、カメラの向きを調整してやって、このプレートがバック側の方に向くように、カチャンと押し込んであれば、ちょっと今手離すとバックひっくり返るんで持ってますけど、こんな感じでね、POV 可能になります。これね、非常に便利ですよ。で、取り外しは簡単に取り外しできるし、使い終わったらもうミニ三脚ごと取り付け可能。で、ミニ三脚が不要な時は、上側外してやれば、こんな感じでカメラを直接、まあ、手に持ちたくない時ですね。移動するときにカチャンと取り付け可能になります。めっちゃ便利。この運用方法めちゃくちゃやばくないですか？同じような運用方法を今まではこの2、3脚を使って、これがね、ピークデザインのキャプチャーのプレートになるんですが、こんな形で、やってきました。ただこれ部品がちょっとなかなかね、入手しにくい部品で、で、これね、わかる人はわかると思うんですけど、GoPro のカルマグリップの部品を、流用してます。カルマグリップの、こういったね、GoPro マウント用のこういったリングがあって、で、これを流用して今まで使用してきました。で、今ね、これなかなか手に入らないんですよね。どうにかもう少し簡単に入手しやすいパーツを組み合わせて同じようなことができないかなと、こう日頃からちょっといろいろね、パーツ探してたんですが、今回このミニ三脚だったらいけるんじゃないかなということでね、購入してみました。で、実際にまあ取り寄せしてみないと、まあ本当にできるかどうかというのはわからないので、まあ前回の動画では、一応簡単にまあこの、紹介はしたんですが、その後いろいろこう組み合わせて試してみて、まあ今回これができるということがね、確認できたんで、今回動画にアップすることにしました。で、同じようなことを、このピークデザインのこのプレート、このプレート使ってやることも可能です。ピークデザインのプレートを使って取り付けるとこんな感じになります。まあ、単にプレート付け替えただけですね。このボルト自体も全く同じものを使っています。まあ、見た目はね、こっちの方がスッキリするかもしれないんですけど、まあ、なんで今回このウランジさんのクイックシューを使ってるかというと、まあ、単純に価格が安いからです。やっぱりね、ピークデザインのパーツって結構高いんですよね。で、全部揃えてるとやっぱり1万円超えてくるのかな。キャプチャーだけでも8000円近くしますよね。で、それ以外にパーツちょこちょこ買うとやっぱり1万円超えてくるので、このウランジさんの、このパーツと、あとあのキャプチャーの、あそこのあのパーツ、あのパーツ両方買っても5000円、6000円ぐらいで確か済むはずなので、圧倒的にね、価格が安い。品質自体もそんなにね、悪くないし、あのウランジさんの商品結構おすすめできるので、今回、もともとはこのウランジさんの、この、パーツを使ってやろうと考えていました。ちょっとここ今違いますが、こっちのこのパーツを使ってやるっていうことを想定して、考えていました。で、面白いことに前回のこのミニ三脚の、紹介、レビュー動画上げた時にコメントで、実はね、このピークデザインのこのプレートを、使って POV してますっていうようなコメントをいただきました。いやー、同じことね、考えてる人がいたっていうこと自体が驚きなんですけど、いやー、面白いですね。なんかちょっと嬉しくなりました。せっかくピークデザインのプレートも装着したので、これも取り付けしてみます。まあ、取り付け方法全く同じですね。上からスライドして、カチャンと。ウランジさんの場合は、こう、カチャッとこう、奥側にこう押し込んでやるっていうような取り付け方法ですが、ピークデザインの場合は上から下にこうスライドさせるってやり方ですね。で、取り外しするときは、ここの、このボタンを押しながら上にやると、スライドさしてやると引き抜くことができます。まあ、使い勝手はね、どっちがいい、どっちが悪いっていうのはないですね。もうこれ多分好みだと思います。非常に簡単。コンデジクラスのカメラだったり、アクションカムなんかも非常に重量が軽いので、まあ、手に持ってても苦にならないかと思うんですが、こういったミラーレスのカメラ等で、まあ、1キロ特に超えてくるようなカメラを持って、まあ、写真される方はね、だいたいストラップつけて首からぶら下げてる方多いかと思うんですが、動画メインの方って、こういった三脚使ったりだとか、あと直接もうボディを手に持って、こう一日こう持ち歩いて運用するっていう方、非常に多いかと思います。
まあそういった場合に、ちょっとこう両手を使いたい時だとか、ちょっと休憩したいなっていう時に、こういった POV 方式だったりだとか、胸元にこう固定できる方法があれば、非常にね、運用していく上で楽ちんだと思います。まあ、2年、3年ぐらいいろいろこう考えてきたんですが、ようやくこう行き着いた答えっていうのがね、こういったやり方です。まあ、ウランジさんが今回このミニ三脚を出してくれたことと、あと、このクイックシューなんかもね、非常に安価で使いやすいものを出してくれたので、市販されているパーツを、もう簡単に入手できるパーツを組み合わせることで、こういった使い方ができるっていうのは、非常にね、面白いなと思いました。まだまだ工夫したり、改善する余地あるかと思うので、まあ、このあたりは実際に使いながら、運用しながら、また気がついたことがあれば、改善余地あれば、その都度お知らせしていきたいと思っていますので、ぜひチャンネル登録、よろしくお願いします。現在の時刻が5時半回ったんですけど、外真っ暗ですね。もう5時過ぎるともうかなり周り暗くなってきて、ほんと日が落ちるのが早くなりました。で、そろそろ、もう冬を迎えるってことで、もう冬支度やんなきゃダメなんですけど、まあ、ようやく自宅も先日こたつを出したばっかりで、冬服がまだ全然出てないんですけど、そろそろちょっと準備しなきゃダメですね。というわけで本日の動画は以上となります。時間的にちょっとどれぐらいの長さになるかわかんないんですけど、今日はちょっと編集やめてまた明日朝起きてから編集して動画アップしたいと思いますので、またぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。